アトミ家系から1926年1月10日は、日本の教育者、日本画家、書家。学校法人アトケ見学園の創設者。おいは、浦和画家のアトミヤス氏。摂津国西成郡木津村生まれ。本名は、滝屋。東江隆は寺子屋を営んでいた。幼少時より、書や、画などを習い、12歳の時石垣東山に入門。 その後、佐田やソ山について、画を学ぶ。17歳の時の1856年に、京都に留学する。来山陽門家の宮原節案に、漢石、詩文、書を学ぶ。画は、炎山を立、りず、中島来章から炎山派を、ひね大山から南州派をそれぞれ学び、それぞれを生かした画風を作り上げた。その後1859年に、大阪に戻り、父が、大阪。 中野島に開いていた、私塾、後見塾を継いだ。その後1866年に、京都に移って、私塾を開く。1870年には、京都の私塾を閉じて上京し、東京神田猿学長で私塾を開く。ついで明治8年には、東京神田中猿学長に、後見女学校を開校した。この後見女学校が、現在の後見学園のルーツとなっている。 幕末、明治維新の混沌を目の当たりにしたことで、女子教育の重要性を認識したことが、アトミの教育方針の原点となっている。アトミ女学校では、古来の文化や風俗を重視し、漢学や書道、作道、体操などを導入し、知識習得だけにとどまらない、上層教育を図った。1871年3月8日、外務省から新国向けの画像を依頼される。 この作品は現在、台北の国立呼吸博物院に、小賀清家計女子冊ページとして所蔵されている。小賀とあることから、当時の新国皇帝同地三角に献上されたものと考えられ、日清修好条記を締結する際に、日本国から新国皇帝に献上されたものの一つとされた、可能性が高いとされる。1887年3月9日、東京日日新聞に、 家計不法の誤った記事が掲載され、奥山を述べる死者が、次々と訪れ、お供え用の花、歌詞、公伝まで届く事態となる。そのような中でも家計はいつも通りに授業を行い、数日後には、後見女学校の転居地として、小石川柳町の土地を決める。このエピソードは教育者としての家計の熱意を物語る、ものと言えよう。 また教育者としてだけでなく、日本画家書家としても活躍した。明治5年と26年午前記号の栄誉を賜り、学校経営者としてのみならず、画家としても著名だった。書家としても後見流と言われる書風を築き上げた。ありがとうございます。